歌ってみたじゃないですか。歌ってみたは、あれ、あの、歌ってみたは、あれ、あの、著作権大丈夫なんだよ。ただ、歌ってみたの場合は、やっぱりあの、本人の聞きたいよね。ね、検索して聞こうと思ったらさ、誰だお前誰だお前ってやつが歌ってるからね。そう、だから歌ってみたはね、あの、あんまり歌ってほしくないというね。うん、本人の聞きたいもやっぱりね、だってね。俺は自由に生きる孫悟空だよ、楽しくやってる。何かにつながれ、生きるのはどうもダメダメ、俺は。もしも、はい、そういうことでですね、やれかしちゃいましたね。ね、歌ってみたわ。著作権は大丈夫だけども、本人のが聞きたいと、ね。本人のが聞きたいのになぜお前が歌ってるんだとね、そういうモラルの問題があるからね、なるべくその歌ってみたはね、あの著作権は大丈夫とはいえね、そういうモラルがあるからね、歌わない方がいいよってね。本人の聞きたいのねってね。例えば僕もね、サザンオールスターズの歌が聞きたくて、昔のね、して、YouTube で検索してね、サザンの昔の曲が聞きたいなと思って検索してね、して、あれじゃん、サザン聞こうって聞いて聞いたっけ、あの桑田佳祐さんじゃない人が歌っててね、うん、誰なんだお前モノマネとかそういうのいいんだよとかってね思っている僕がですね、思いっきり歌ってみたを歌ってるっていうのね、ショート動画だからいいやんっていうね。ショート動画だからいいべさ。カラオケをね、フルコーラスで本編で歌ってるわけじゃないからいいじゃんっていうことでね、はい、あのショート動画っていうのはですね、僕のチャンネルの宣伝になるんですよ。あの誰もが気楽に初めての人が目に触れるいい機会のシステムっていうかね。今日って僕顔むくんでる？顔むくんでません？大丈夫？今日僕レミキューでやってきたんですよ。レミキューでやってきた次の日とかその日って顔むくんでるんですよね。たまには僕顔むくんでる動画とかあると思うんですけど、あれは多分レミキューの次の日だと思っていただければって関係ないね。例えばですよ、こう絶食の歌をね、こう動画で出しましたとね、ぜひね、 YouTube を見てる人たちね、もう何万人って言いますからね、何万人の人に聞いてもらいたいとね、絶食の歌をね、何万人の人にちょっと替え歌にしてね、ぜひ歌ってほしいとね、そう思った時にですね、宣伝になるんですよ、ショート動画を作るのって。初めての人が僕のことを初めて見るきっかけになるっていうかね、それでだからショート動画はたくさん出すべきだとは思ってるんですよね。でそれでどういうショート動画を出していこうかと思って、まあ、昭和の名曲、代表曲ね、昭和の代表曲とかアニメソングとかね、誰もが知ってるようなみんなに親しみのあるような曲を、だいたいショート動画って15秒と60秒って選べるんですけど、60秒だとですね、ほんとちょうどいいんだよね。ワンコーラス歌うのにはちょうどいいんですよね、長さ的にもね。してまあ自分なりにルールを作ってね、最低限まんま歌うんじゃなしにね、ちょっと工夫を凝らして、ちょっと面白い要素を一つ入れて、ちょっと歌、まあそのまま歌ってる動画もありますけどもね、このチャンネルの宣伝をするためにもですね、たくさんショート動画は、初めての人に見てもらうためにも作っていかなきゃならないんですよね。まあそういう昭和の代表曲とか、そういう親しみのあるみんなが知ってるような曲とか歌えば見てくれる人も多いんじゃないかなとかね、あと、まあ、アニメソングとかも僕まあ結構好きですしね、それとこそドリフの効果音なんかもね、みんなが知っててね、親しみのある効果音なのでね、僕のチャンネルをね、宣伝したいんでね、ショート動画はこれからも。 YouTube のショート動画っていうのは本当に最近、だいたい今から2年前もう3年前になるのかなね、ハッシュタグショーツってのがショート動画なんですけど、 TikTok ってあるじゃないですか、ショート動画で有名な。 TikTok と YouTube だとね、やっぱり TikTok には YouTube 全然かなわないんですって。やっぱりショート動画の方がね、気楽に見れてね。それでね、対抗策として YouTube も新たに、もう誰でも気軽に簡単にパッパッパッパ見られるショート動画を導入したっていうふうに僕は聞いてるんですけども、
それで、ショート動画っていうのが出て、今すごくショート動画が流行ってますね。たくさんショート動画出してますもんね。僕らにとっても、宣伝になる、システムなので、ね、ぜひそのショート動画はちょっと活かしていきたいなとは思ってるのでね。こんな名曲お前が歌わないよって思われるかもしれませんが、ちょっと今のところ怒られてませんので、ね、今のところなんとか怒られてないのでね。ということで、ちょっと今日はね、ちょっとショート動画の説明をね、ちょっとしたかったのでね、どん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 ショート動画を作ってってね、何万人っていう人たちにね、このチャンネルを知ってもらいたいということでね、ショート動画を出していく予定でございます。というね、説明をさせていただきました。ね。ですから、本編を10分くらいとしましょうか。ね、10分くらいの本編を使ってショート動画を作って、本編を作ってショート動画を作ってっていうようなやり方をやっていきますのでね。それで今回ちょっと動画まとめて3つほどね、同じ日に同時に上げたんですけどね。やっぱり一番最新のやつが一番再生回数が多いってことが分かったので、1日に3つもいっぺんに出すもんでないなっていうのが今回ちょっと勉強になりましたね。はい。ね。日々勉強の毎日ですね、ほんとね。そういう3ついっぺんに出すもんじゃないなっていう課題はありましたけども、手応えもあったので、何人か増えてくれたんでね、ありがとうございます。ということでね、手応えもあったってことでね、これは続けていくべきだなと思ってますのでね、本編もショート動画もね、どちらも見て楽しんでいただけたらなと思っております。ということで、今日はね、ちょっとレミゲームやってきたので、ちょっと足筋肉痛なので、ね、今日はこの辺で、今何時？朝の3時。いつ寝るんだっていうね、これからちょっと編集をして。はい、ということで、ね、はい、それではまたお会いしたいしましょう。